澤部さん、はい、この先に今回の、関西最強心霊スポット巡りの、はい、いわゆるメイン大御所ですね、ですね、はい、最終目的地、はい、白鷹狼という、うん、あの白鷹というのが、お狐様っていう、そういう、だから最近我々にちょっと縁がありますからね、縁があるね、狐にとてもこうゆかりのある場所がこれから控えてるんですけども、その昔とある方の修行の場として、はい、そこがあの利用されていたという、はい、つまりその心霊スポットっていう面じゃなくてパワースポットっていう側面もあるんじゃないかなってなんとなく修行の場ですから、うんうん、僕はイメージしてるんですね。で過去に自分がこう行きたくてこうみんなで行ったあの山形の滝不動に似たような、うんうん、はい、僕はイメージを持ってるんですけども、はい、阿部さん的にどうですか、その白鷹狼ですか。自分としてはその実際に巫女さんが管理されてて、まあ、あと教祖様でいらっしゃったってことだったので、うん、はい、まあ、本当にパワースポット、修行したいという気持ちで開かれた場所、うん、はい、あの霊験新たかな場所ではあるとは思います、はい、ただ今はその管理者がいないっていうことだったので、うん、もしかしたらそのいわゆるたたり神というのもちょっと想定して入ろうかなと思ってます、はい。なら阿部さんにはもうフル装備の状態で今、はい、そうです、準備してくださってるんで、はい、今回も心して、そうですね、行きたいと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。何か女性の神様じゃないかな、その中井茂さん、はい、ご自身じゃないですか。これ言っていいんですか。声聞こえるんだ。声聞こえますよね。阿部さんちょっと。はい。これはどうした？なんか涙が出てきた。なあまたわんなまたたたん、千玉からしょ、そばたやんかうたかんま。全部照明落としてください。真っ暗にして。真っ暗にして。真っ暗にして。絶対照らさないでください。修行の邪魔だって。足元だけ照らしてください。茂野様いらっしゃいます。この度も阿部さんのね、また狐写真による事故の話から始まってるから、そうだね、はい、僕としては狐を切ってる方の人間なので、うん、何か変な洗礼を受けなきゃいいなという気持ちがありますけども、うん、そのことがどう関係するかっていうのもちょっとポイントになるかもしれませんね、はい、これはタイミング的には今相性最悪、相性最悪ですね、うん、ただまあ、人にあだなく狐を切ったわけで、うん、確かに、はい、守り神としての狐を切ったわけじゃないですか、ね、違いますね。急に冷えましたね。ね出てました。この川ももしかしたら白鷹狼のあの滝から流れてるやつなのでしょうかね。うん、うん、そう考えるとだんだん近づいてる感じはしますね。確かにそうですね、うん、なんか全ては今年ここから始まる気がしますね。なんかそうですね、うん、それを暗示させるものがなんかあるありますね、うんうん、ただこれ、はい、何かこう少し嬉しい気持ちあります、うん、嬉しいっていうのは何かこう神に会えるような気持ちですね。あ、その期待、はい、あのあ恐れなきゃいけないんですけれども、うんうん、恐れって恐怖の恐って字と、はい、恐れ敬うの恐れの2種類あるので、うんうん、後者の方ですね、はい、恐れ敬う気持ちで、うん、if の方ですね、はい、それは管理の方がいらっしゃらなくなって、はい、多少以上はもしかしたら荒れてしまってるのかもしれませんが、うん、気持ちをこうしっかり持って、はい、まあ、それも入ってみるとまだ分かんないですけど、うん、そうですね、うん、入ってもらえますか。阿部さん、こっちに鳥居が鳥居ありますね。こういう風な建物もありますね。都市生活の跡がありますね、うん、こっちということですかね。阿部さん、入らせていただきましょうか。せっかくなんでね、はい、伊沢神宮でもそうでしたね、はい、左側で、はい、ちょっと白鷹狼と書いてあるはずなんですね。はい、いや、まあ、正面はできるだけ歩かないように、はい、白鷹狼って書いてあります。
じゃあちょっと入る前に、はい、ちょっと確認して、すいません、自分のルートを行ってください。ともちろらねしきる唯一はみのたはくめか。入りましょう。はい、失礼します。女性いらっしゃいました。お姫様のような格好をしてる、僕はその知識ないんですけども、はい、何か女性の神様じゃないかな。その中井茂雄さん、はい、ご自身じゃないですか。そこまでで着物、普通の綺麗なお着物だったんですよね。修行者のお着物ではなかったので、うん、なんかでも裏に書いてあるんですよね、こう奉納がどうのって。僕ちょっと、あ、中井重雄様って書いてますね。そうだ、はい、玉姫教会、玉姫、玉姫、玉姫ってことなんですか。そう、姫様じゃないですか。あの、しっかりこちらに身長がね、140センチちょっとぐらいの、はい、でも大人の方です。へ、ちょうどこちらにいらっしゃって、はい、あまりチラチラするのはもしかしたら失礼なんだと思いますけど、うん、ちょっと、まあ、今はお姿はないんですが、はい、で姿を見せてくれたということは、はい、あの比較的、あの、まあまあ、あのとにかく礼を尽くして、はい、失礼します。通ります。いらっしゃったのはね、ちょうどこちらだったので。あ、そうですか。ここに今その着物、ピンクの着物を着た若い女性のような存在です。もしかしたらその神様なのかもしれません。お使いの方、いや、ご本人だと思います。ご本人、ご本人だと思います。しっかり、じゃあわざわざ現れてくれたんですか。お使いじゃなくてご本人かもしれません。ご本人っていうか、あの、その存在そのものが、はあ、じゃあありがたいですね。はい、でも緊張していきたいと思います、はい、すいません、あの眼鏡が曇るっていうことと、あと新規を吸うので、あのコメント欄でよくありますが、ちょっとすいません、僕マスク顎まで外します、うん、はい、すいません、これはもうしょうがないことなんで、うん、お顔を隠して会うってことはすごい失礼なことなんですよ、うん、僕も外していいですか。もうこれはもうコロナ対策うんぬんじゃなくて、うん、神に対する礼儀なので、すいません、はい、僕顔見せます、うん、はい、わかりました。すごい失礼に当たるので。じゃあ僕も同様に外させてもらいます、はいはいはい、これ外します。向こうが神様の方のお顔を出していただいてますので、はい、こっちが書くことが失礼かもしれない、はい、はい、こちらありまして、うん、うわ、うん、照らしてすいませんでした。失礼します。失礼します。前通ります。失礼いたします。すいませんでした。急に照らして、あ、石ありますが、うん、やっぱり右なので左側、はい、はい、濡れても左側行きましょう、はい、もうここもすでにもう修行の場としての聖域に入ってるってことですか。はい、こちらにさらに栗がございまして、はい、栗狼は読めるんですが、こちらは
なんていうものかちょっとすみませんお名前が読めませんので、古い女性の老の狼様という方がいらっしゃるようです、はいはい、まずまた左側通行で、はい、すいません、これ絶対守ってください、はい、失礼します、失礼します、これすみません、1番の鳥が、はい、じゃあ待ってみます、失礼します、ちょっと左の鳥が行きますか、はい、はい、ここまた撮りながら行っていいですか、少し時間ください、あの鳥のね、先に、はい、あの狐の飾り物があるんで、あ、ちょっと撮る前に、すいません、あの撮影させていただきます、すいません、申し訳ございません、すいません、奥奥奥撮ります、光が届いてないな、あの、大丈夫だそうです、あの近くまで行って大丈夫、大丈夫です、大丈夫、その代わり石段をちょっと礼儀をちゃんとわきまえて、すいません、左足から戻ってください、はい、必ず左から、これ後で説明します、左から取る、すいません、垂らします、大変失礼します、ここはちょっとあれですね、人が住居するようなエリアですね、これは多分その宗教施設だったこの守りだと、あ、なるほど、もしかしたらちょっとあの僕今見えないですけれども、うん、気が高ぶってて、はい、何かちらっと見える方いらっしゃると思います、うん、すいません、でもだいぶもう枯れ果てた、うん、そうですね、これはそういう風になってしまいましたね、これ前に行って手を合わせたりした方がいいですか、しない方がいい、ここまでが限界です、うん、あの行かない方がいいんですね、ここまでの限界、いや本当に強い神様なので、ここまでです、はい、僕たちは信者ではないので、うん、なるほど、ここまでが限界だと思います、すいません、失礼します、これ信者様のやっぱり聖域だと思うので僕らは、なるほど、まあ、観光客に近いので、はい、ここまで、はい、よいしょ、あ、安倍さん、さっきおっしゃってた左から上がるっていうのはどういう意味なんでしょう、はい、左前っていう、やっぱ着物左前ですね、あ、はい、あれ生きてる人間ってあの昔の日本の信仰で左を前にしてやるんですね、うん、まあ亡くなる時は逆ですけど、うん、まあ、刀の束が引っかかんないように左前なんですけども、袴とかも左から履くんですね、あ、生きてる時は、で僕たちは今聖者なので、うん、で死者として迎えられてなくて聖者のエネルギーを持ってこちらに向かってますので、はい、常に左から、はい、うん、左から左からで、うん、であの霊を尽くして、はい、決して僕たちは死にに来たわけではないし、うん、導いあの死者として導いてほしいわけではないので、はいはい、聖者のエネルギーを持って、うん、こう散策させていただく、見せていただく、はい、という気持ちで行きたいと思いますので、そういう意味があってですね、はい、階段 などは全部左足から、はいはい、お願いします、はい、でもし万が一失敗したら戻ってください、はい、でもう一回やり直してください、はいはい、了解です、釣りましたね、え、釣りがいました、キツネがいました、はい、びっくりした、本物のキツネではないです、いや、はい、うん、はい、びっくりした、それって吉兆ですか、わからない、はい、こっちだよっていうことなんでしょうかね、すいません、これも読み方がわかりませんが、はい、じゃあ行きたいと思います、失礼します、失礼します、ちょうどこちらにある、うん、すごい、読みましょうか、失礼します、ちょっと一度撮ってもいいですか、はい、当選もしてるってことじゃないですか、入るなってことじゃないですか、そういう意味じゃない、いやもうそう撮ってもいいと思いますが、これ言っていいんですか、ちょっと聞いて大丈夫です、うん、うん、聞いてください、このに入る目的、はいはい、正当な目的は、はい、僕はあの撮影スタッフを守ることです、はい、
撮影スタッフの方は番組を作ることです、はい、ちょっとリュウジさんのお答えをちょっとお伝えいただければ、はい、あ、僕がなんでここに入りたいのか、そうです、ああそうですね、うん、一番前で言葉に出して、言葉で大丈夫です、あの祈りなんです、かみさん、すみません、一歩下がってもらっていいですか、ごめんなさい、はい、なんで私がここから先に入りたいかっていうと、やはりここにいらっしゃる神の存在を感じたいからです、その思いでやってまいりました。よし、じゃあ僕はちょっと前に出ます。え、前かな、ん、川井さんいかがですか、聞こえてた、いや、うん、俺バイト聞こえたけど分かんない、今の僕の言ったことに対するお答えって、ゆっくり一人ずつ、はい、礼を尽くして通れば大丈夫だそうです。あ、そうですか。はい、あの気をつけて避けて済むようにということなので、はい、ありがとうございます。ここからすいません、行きます。はい、スパンドプレーすいません。ここに落ちてること自体すごくない？こういうところに落ちてるわけじゃないんだよ、石の上に。ここに落ちてる。あの、この先、何か向こうから落ちたのかな？どかしたんでしょうかね？わかんないけど、こういう社の上に落ちたっていうことじゃない感じしますよね。その時の衝撃か、お父様の頭がちょっと壊れてしまったんですよね。まあ、どこかにあるのか。このお狐さん、高島さん、すいません。すいません。遊びではないです。すいません。首がない状態ないでしょうか、うん。これはバイクってわかんないけどさ。ひえふみよいえもなや、こともちろらねしきる、唯一はぬ、そたはくめか、うえみさりへて、のますあせほれけ。かなり緊張しなきゃいけない、こういうとこです、ここ。はい、肝試しでは絶対来てダメです、うん、この神様にあのお名前も読めなくてちょっと学識がないのでね、はい、あのお名前読めなくて申し訳ないんですが、あの、はい、天にあの天にある、うん、神と読まれるのか、救いを求めていらっしゃる方の信仰の場ですので、はいはい、今そのカリスマがいなくなったということで、はい、離散してしまってますが、いらっしゃった時には信仰がねすごく集まってたところなので、むやみやたらにあの神様がいらっしゃるところなので、はい、お化けがいるところではないので、はい、これは俺たちは神に会いに来たということなの で、ね、はい、神に会いに来たというかお姿を少しでも、うん、あの感じたいということで来ていますので、うん、はい、それ以外の目的では絶対来ないで、うん、欲しいですよ、そうですね、はい、出たら
お伝えします。ここ、はい、ちょっとここだと恐れ多くて言えないこともあるので、うん、分かりました。はい、はい、この前通るとき一応こっちにご挨拶をお願いします。はい、撮影も大丈夫ですか。頭をあの撮影させていただきます。多分あの左に畑あるんですよね、はい、お水のところにあの左 の, あのお狐様の横にこう半月型のあるんですよね。あれ鏡を載せる台なんですよ、はい、本当あったはずなんですけども、うん、誰かのいたずらか持ってってる方がいらっしゃるみたいですね、うん、とんでもない話で、神様のものですので一切触れないでほしいですね、うん。こちらも絶対左側で、はい、足元悪いですけれども、人の都合なので、はい、撮ります。この辺ずるずる滑りますので、はい、撮ってください。ああ、この辺はなんか滝不動を思わせるような神聖な雰囲気が漂ってます。そうですか。うん。こんなでも山奥なのにマイクの音は向こうから聞こえるみたいな、ありえるんですか。ずいぶん奥に来た気がしますけどね、人がここから。足元気をつけてください。はい、ここが特別な場所ですか。はい、ここが一番奥のエリアになるんですか。はい、ちょっとすみません、あのご支援を上げさせていただきます、はい、申し訳ございません。あの番組のこともありますけど、はい、神様優先ですみません、ご存じ出たいと思います。あーでもすごい場所だな、ここすごいすごい場所だね。阿部さんちょっと、はい、阿部さんどうした。なんか涙が出てきた。阿部さん、阿部さん、沈黙。はい、お願いします。これずっと音が聞こえるんだ。今も声聞こえますよね。僕はお経ですね、お経が声聞きます。そうです、お経しん、ノリと聞こえます、ちょっとお待ちください。ナーバッタマンダバタラダンセンダマカルトダソワテアウンタラタカンマ。
全部照明落としてください。真っ暗にして。真っ暗にして。絶対照らさないでください。修行の邪魔だと。足元だけ照らしてください。修行の様いらっしゃいます。あの、僕は行っちゃいけない。滝壺にちょうど、滝に打たれてる姿があるので。どうした？誰か。え？誰か来た？まだ近づいてない。今消えましたけど、向こうに光が、うん、よし、はい、この先行かない方がいいと思う。いや、滝壺で今修行なさってますので、今まで重野様、うん、ご本人だと思います。あ、そうですか。はい、なので邪魔しないです。ライトチカチカチカってされるの大変嫌だったんですね。じゃあ行かない方がいいんじゃないですか。こちらで、すいません、お姿を見るのはこちらまでです。はい、じゃあここまで来れただけいいですね。もう一回撮影終わってますもんね。はい、うん、なので、はい、え、なんか誰か来た周りかもしれない。いろんなことが今起きすぎてて、で戻ってみましょうか。戻りましょう。ちょっと森さん大丈夫？そう、森さんの大丈夫ですか？部屋は今大丈夫。もう大丈夫です。落ち着きました。絶対大丈夫です。はい、東京聞こえてたんだよな。俺がさっき言ったの多分そうじゃない？いや、絶対そうだと思う、うん、俺同じのがまたここに来て、高いバイク音じゃないもん。絶対違う。入りますか？よいしょ、ちょっとごめんなさい。持ちましょう。こんなところでバイクの音絶対聞こえないですね。そうだよね。志賀さんの声聞かせていただけないかな。俺がいたところまでだったら大丈夫ですよ。多分滝壺を照らさないでください。はい、それ以外だったら大丈夫です。静かに、うん、大丈夫な範囲だったら検証しますか。うん、そうだ、ね、例えば残られるのでこんなことない気がします、ね、うん、今までの中で一番、うんうん、残られますか。残るのも大丈夫です、うん、残ろう、うん、俺残るよ、はい、うん、で、じゃあカメラ借りて、はい、残ってしばらくその神を感じられるっていう瞬間があれば、いらっしゃいます、うん、だその代わり、ナオマクさんはダバダバダン、センダマカルタ、スバタインタルタカンマ、はい、これだけは聞こえられてください、はい、一心不乱に、はいはい、では、カメラ大丈夫です。じゃあそっちもらおうか、うん、僕らどこぐらいまで下がってればいい。さっきの、天台処置、うん、そうですね、あそこら辺ぐらいまで、はい、石がたくさん並んでた、はい、あの辺りまで。俺も一気に不安なくなりました、はい、姿見せてくださると思いませんでした。あ、そうですか。それすごいことですね。はい、で、あとで説明され、はい、こういう照らし方はいいんですか。足元、はい、で、心眼って心の目をお持ちなので、重野様ご自身のお顔を照らす、もう目は見えてらっしゃらないんですが、お顔を照らすっていうのは大変失礼にあたる。そうですね。そうなので、滝壺はもう照らさないです。わかりました。もういらっしゃいますので。わかりました。ただ、はい、自分自身を照らしてください、会長で。でもこれ結構映ってない？映ってれば大丈夫です。今光があるんで、全くゼロになった時に映んない可能性があるんで、その場合だけ自分を照らしてください。では、はい、しばらく待ってますなって。神を感じることができたらと思ってこちらにいさせていただいております。お邪魔いたします。ナマツアンマンダバサルダンセンダーマカルサラスラタラトンタラトン。間違いなくいらっしゃる。阿部さんのここで何の準備した人がいるって言ったじゃないですか。はいはいはい。あの話からも今でも無駄な涙が出てくる。すごいですけど。これは